新平家物語第639回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。帰還の門鎌倉殿の御意には明朝20日の美の国までに平家の虜を引き伏して金原居坂の席までまかり通れとの仰せでござる。 その場にて、先の音と胸り、一子、江門守清宗の身を、武者どころの者が受け取りもうさんずるにてそうろうぞ。時政の工場はまるで文書そのままを読んでいるようなご調であった。無表情にそう言い終わると、そこで彼はじっと、吉ねの顔色の動きを見ていた。そして、そのわずかな間を置いてから、おわかりか、法ど殿、と、 初めて日頃の調子で念を押したは遠征二十四月の牢に対してもその軍港についてもただ一言のねぎらいもないのであるほとんどそれには片言も触れていないこれが長い勢力から帰還した自分に対する鎌倉殿のただ一つの迎えの字か兄頼朝から弟への本当の言葉か義経には信じられない 公式的な使者の伝達はそれだけとしてもなお何か別な内意もあることとひそかな望みを期待せずにいられなかったで時政の言が終わってからも義経はしばらく両手を使えたままでいたすると時政は連れの工藤幸光の顔をちらと振り向いて急にぼそっとつぶやきつつではおいとま妄想かと座を立ちかけたいやし,しばらく 義経はさっと顔を上げた。大いえない胸の内の者が、その美食にも姿にもかすかな罠書きとなってみなぎり出ていた。ご情はそれだけでございましょうか。さよう。何ぞ他に受けたに承りおく義は。別にその他の仰せ事はない。何も承っており申さぬ。では明日、金洗坂にて虜りの大井の殿をお渡し申し上げた後は。 この義経も共に鎌倉へ入ってよろしいのであろうかただしまた道書にて何かのお沙汰でもあるのであろうかそのあたりの儀はこの時政にもしかとは分かりかねる。いずれにせよ明朝五条のとおり金洗坂までお渡りあらばその説明らかになり申そう。長いは無用と考えてか時政以下にべもない顔を持ったまますぐ帰ってしまった。 その使者たちが立ち去った隣室では、伊勢の三郎や弁慶などの家臣たちが急に激しい囁きや丹声を漏らし始めていた。彼らもそこで義経と同じ思いを抱いていたに違いない。さっきから気配を潜めて、今日の五条やいかに、と耳を澄ましていたのである。回廊口まで使者を送っていった義経が正然と元の座へ戻ってくると、彼らは呼ばれもしないのにドドドッ と集まっってき義経の座座を取り囲んで座ったしかし家来としては衆を慰める言葉もなく衆としては先進バンクを共にしてきたこの家来たちに報いてやる何者もなかったただ氷の池をめぐる冬鴨の群れのような寒々とした無言の破壊をじっと寄せ合っている姿だった それに、吉経の帰化に見えた面々も、はや一頃のような、キラ押しのごとき幕僚の数ではない。熊谷直真、畠山茂忠、金子十郎、安田吉貞といったような鎌倉御家人の諸将は、皆陣を解かれて帰国してしまい、吉経のもとに残っていたのは、全く吉経直々の老頭つまり、子貝の家来だった。その上、 佐藤忠信、伊豆の有綱の二人までが今度の旅には欠けていた。忠信は鎌倉の許しなく朝廷直接の叙任を受けたという角で追放令に触れ、有綱は伊豆の所領地にある留守の家来が何か不謹慎な行動があったとかいうことで、これも鎌倉幕府から睨まれて東国への足踏みは禁じられている事情にある。 義経はここに見えないその二人までを思いやりながら、およそ爆霊に触れるがと,といえば、裁きも待たず核ばかり、罪には呵責なきものを、こうといえば言葉の上のおいたわりすらなきはどうしたことか、あまりといえばご変ぱなさだこれが鎌倉殿のご本心とは受け取れぬ、とつい煮ええるような不満も覚えた。そしてまた、 世に義経の老頭ほど報われもせず、哀れなものはあるまいとも、ひそかに思われたことだった。だがもし彼自身がそんな悲憤を口にしたら、このたけつな友柄がどんな過激なことを言い出すかわからない。義経はそれも怖かった。火を抱いているような注意深さで彼らをいたわり見なければならなかった。おおそれよ。 にににわかに思いい出したたことのように彼はつぶやいた眉を上げてそう言った時その顔色は彼自身の感情の抑えと理性の判断からいつもの義経らしい口元に返っていた「とりこの多いのとのご不死を今宵だけは一つの棒に過ごさせ夜食も共にさせてあげるがよいぞ明日は義経の手を離れて鎌倉の武者所へ引き渡されるお見なれば」。 特に誰へともなく一同のうつむき顔へ言いつけた。はっと直親たちは一層何かに打たれたように首を垂れた。そしてレもはこの殿はこんな中ですらご自身を差し置いてなお虜の者へご不憫をかけていらっしゃる。天性な何というお方ぞ。 よくよくもののあわれにお感じやすいご気質と見えると今更のように思われたことだった金洗坂は金洗沢ともいう新編鎌倉市によると七里ヶ浜のうち幸合川の西方とあるつまり鎌倉府内の西の関門であったのだろうこの日鎌倉のうちでも 何事があるのかと人々も怪しむばかり物々しい軍票が牙価値で動いたことは事実である。言うまでもなく武者どころの面々が金洗坂の関門で平家の旅商宗盛親子の身柄を義経から受け取るための出動だった。けれど古典平家によると梶原の残言に動かされた頼朝が義経の近くに来るのを大いに恐れて。 苦労が、今日はこれへ遅行来るなるぞ。おのおのぬかりなく用意あれ、と礼し、大名、小名の軍票数千を借も模様して、身はその中にありながらなお、由来、苦労はすすどき男ぞ。いつ何時そこらの畳の下より灰殿やも知れぬものなり、とはいえ、この頼朝さはさせじ、と左右の心へ行ったとある。 これは頼朝らしくないことだし頼朝美意の古典の著者としてもいささか悲劇の引き倒しであろう藤川一の谷以来の義経の戦いぶりを見頼朝が弟の細分というに密かな恐れを抱くに至ったことは間違いではないだが再生の軍もすでに解かれわずかな一部隊で宗盛りを護送してきただけの義経である それに対して頼朝ほどな者がそんな物々しい警戒を敷いたとは思われぬしまたあまりに大人げなさすぎるそれにその頃まだ梶原は鎌倉へ帰っていなかった残言というのは先に頼朝が手にした梶原の書状と死者の報告とがそれにあたるものだろう 事実頼朝の理性も多少くらまされていたし日頃感情を慎むかに見える彼が義経に関してだけは露骨に感情的な仕向け方を見せたことも否みがたいそれは金洗坂の関所における当日の応対にもはっきりしていたでも義経はなお心ひそかに 虜の大井の殿を引き渡した後は、府内へまかり通れというおぼし召しを賜るやもしれぬ、そのつ、にわかなうろたえなどしては、と、一縷るの希望を捨ててはいなかった。いつ何時鎌倉殿の電中へ招かれてもよいように、夜前に髪を洗い、旅の赤など、右なく姿にこびりつけていないように、肌着までを改めて、胸盛親子の折り車に沿っていったのである。 関の柵には武装した軍票がぎっしり詰めていた義経の到着を見るとずかずかと柵の内から外へ出てきた老将がある昨日の北条時政と工藤幸光らであったおお時刻もたがえずおったてのお役目ご苦労でござった北条殿にてあるか昨日は馬を降りて義経も会釈を交わし 大井の殿の不死の身柄、相違なくお手渡し申し上げる。大事な召ドとて、道中の食事やら養生にも心を配り、随分おやつれも言えられた様子。これにてまずは義経もほっとしたと申すもの。これは彼の偽りもない気持ちだった。時政はどう聞いたか。ただ軽くちうなずいて。 さらば工藤殿そこの折り車を軍票に守らせとうとう武者どころへ追っ立てられとと辺りへも催促しだした車の牛飼いも車脇の警護もここで全て義経の手から鎌倉御家人の手へ移された車上の宗盛は明らかに心細げな様子だった 義経の手から離されることににわかな恐怖と情けなさを身に眺めているらしくその目は諦めの底にはありながらじっとしていられないような光をきょときょと見せていたたちまち牛の獅子村に鞭がなり車はわだちを残してガラガラ関所の内へ追い込まれたそして都へ旗への軍票に囲まれつつ義経の視野から去った 義経と彼の家臣とは何か呆然とそこに置かれてしまった。遠ざかる車の上の白いほこりを見送りながら、ああ、あの先に鎌倉の町がある。鎌倉殿の親方もある。なぜ我ら衆獣は入れられぬのか。なお何か北条殿より次のお旨があるのではないかと、呆然に似た佇みのうちにひたすら時政の次の言葉を待つのであった。が 誇りが静まると時政はただ一言。宗盛殿親子の車確かに受領いたした。追ってご処分のこと決まり次第何かのお沙汰があろう。それまでは腰越えのご宿所にお控えあるがよい。とすぐきびすを巡らしかけた。かっと何か火みたいな劇場が義経のこめかみを突き抜けた。それを彼は意識した。意識するだけの余裕がまだ義経にあったのは幸せだった。 あいや、北条殿へお伺い申し上げるが、努めて静かに、また努めて表を和らげながら、義経は時政の前に字を低くして言った。今日までの役儀、ことつつがなく済んだなれど、鎌倉殿への廃願はいつの日になりましょうや、何かご内儀なりと漏れ聞いてはおられまいか。はて、ご対面などの儀については一向何事も 何事も御為いささかも漏れ伺っておらぬただ腰越えのご宿所にて待てというご上位以外はそそれは全く兄君のい,いや鎌倉殿のお胸であろうかこうは心外ななんで時政が偽りをその目と一緒に時政は胸を押し出すようにそらしてみせた 御台所の政子と頼朝の後ろにあって隠ンたる勢力を持っている大重との北条時政なのだある意味では九郎義経などはたまたまさすらいの果てに鎌倉の係か,かりうどとなってきた畜西一商二ぐらいにしか彼の目には映っていないことかもしれないいやさもあらば是非もないこと腰越へ引っ返してお召し出しの日を楽しみに相まとうよ これ弁慶どこへ参るぞ皆も来い薬儀もことなく済んだればこの戻り道を由唯河浜から辰の口へと駆け渡してこの日頃の木原とせん義経に続いて参れ馬上に帰るや否鎌倉口の門を後ろに義経は何かへ目を塞ぐように浜の方へ一山に駆け出した の腹からですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ